あたし出世坂です。はい。春馬です。今回ははい。マクドナルド。みんな商品出していいんか。ということで、はい、クッキー&クリームパイ評価しようという企画です。案件ではないです。いやうるさいで俺。まあそうやけどな、めちゃくちゃ甘いのうるさいで。多分これ外れへんやんな、俺の中で。だって本来このクッキー&クリームなんか冷たいもんやから。ああそっかそっかそっか。そうそう、ほんまやな。なんであったかいねんっていう。まあそうやけどな。いや俺はまだ認めてない。あ、じゃあ食ってください。まあ一口。はい、いただきます。まあ、結構カリカリな。はい、結構カリカリに分かります皆さん。先食った方がいいか俺。そうやな。うん、いただきます。うまい。うまいんかい。あれですね、昔サンクチョコがやったクッキー&クリームのパイバージョン。うまそれ。まあそうそうっぽいな。うん、うん、クリームとチョコ、クッキーが入ってる、分割されて。まあまあまあ、普通の一般的な、うん、その甘党ではない人が食っても、まあうまい。うまいうまい。ぐらいか。これは甘党じゃないからね。俺はうるさいで甘いもん。これまで数々の甘いもんを出されたら食べてきた。うん、でも基本的には出されな食べない、はい、いただきます。どうですか。僕は嘘をつきません。はい、あんま美味しないな。いや見て、収作のため見てください。チョコしか食うてへん。チョコしか食わんと産まない言うてる。あ、そうか、クリーム全然食ってへんから。クリーム食わない。チョコだけ食ってそんなの。一緒ですか。うまい。うまさクリームに決めてるみたいですね。やっぱさすがにチョコだけやったらちょっとあんまなんかうんと思ったけど、あ、これはうまいわ。うん、うまい。中野さん、シームください。こうやってチョコだけ食ってうまくないって言いました。はい、いやうまいね。うまい、うまいわ。やっぱパイ外さんなし。いや、パイというかその、なんか三角チョコパイとか、こういう斬新な甘い系はうまい、やっぱり。うまいな。うん。けど俺はアップルパイの方が好きです。アップルパイ美味しないよ。アップルパイはもう、まあ、5、6個食べる。あれなんでその普通のケガにやればわかる。あれこそ限定やる。うまいから。うまいからレギュラーなんですよ。あれはまず、アップルパイの部分。うまいわ。ありがとうございます。